さてと、ガソリンスタンド調べてみようかな。さあ、鉄分の補給もできたし、よし、よかった。さすがにね、2回だけだとまずいからね、鉄分情報。まあまあまあ、なかなか鉄道とはいえね。まあ、とはいえ、なかなか白鳥駅、そんな、ね、ピンスポット開けることは難しいですかね。何だったっけ。そう、この辺りね、なさそうなんだよな、ガソリンスタンド。間もなく営業終了。営業時間が、ここが何時、間もなくって。9時は、しかもフルサービス、おっと。セルフないね、ないね、どこまで行けやる。営業時間が、おい、ないね。ないね。ここか。23時までやってるとか、2時間後に閉まるところが8万丁。何しこれ。郡上市か。郡上か。よし、ここまで行け。まあ、下向きで行くのありやな。よし、OK、わかった、OK。意外と危機的な状況だってことが分かったぞ。よーし。で、さっきの、とんかつ屋さん気になるんだよな。どこだ？大和屋これか？めっちゃうまそうじゃん。保存。なんか、何これ。あーわー、飯テロ来たー！画像あるじゃん！わーおーわーおー、あー、めっちゃ飯テロやん。何これ。はぁ。うまそう。味噌汁があれですね。うわぁ、こんな感じでね、映ってるんですけどね。味噌汁があれか、なるほどなぁ。よし。まあ、時間も時間だし、どうせ、別に教授に帰らないといけないってわけじゃないんで、ぼちぼち、いや、白鳥からあそこは使った方がいいか、さすがに。さすがに使った方がいいか。よし。さすがに、一宮までは高速使おう。よし。まあ別に、5時間分くらいの燃料ありますからね。すごいね。こんな感じなんだ。丼屋さんがなんかやたら充実してんね。ここも丼屋さんが。お寿司屋さんなんだ。へぇ。海鮮丼とか食えるのかな。まあ結構山の方だからあれかもしれんけど。へぇ。ひまえ橋。左折で行けるのかな。こんな町なんだ。白鳥いいとこですね。ついつい高山とかね、あっちの方に行きがちなんで、し。まあ、なかなか鉄道の途中駅の中では大きい方ではあるんですけど、めっちゃいいとこじゃん。何より駅員さんか。うん、すごくいい人でしたね。よかった。正直、そのラインとしては微妙ですからね。うん。まあまあ、切符を買ってるんで、うん。あれですけどね。入場券があるところでしたら入場券を買ってっていうと、全然合法な方法なんですけど。意外と取り扱いとしては、乗車券を持って、その駅に入る。で、出るっていうのが、まあまあ、まあでも、一緒。うん。買わずにね、入ってるんだったらあれですけどね。一応ね、ちゃんと切符買ってますからね。うん。あ、ちゃんと大人より買ってますからね。うん。しかもちゃんと山田まで行ける切符にしてますから。これなら全山田が許してくれるはずだ。
数えて考えてみると席から見るのって遠いな。まあ白鳥が特に遠いのか。はあ、遠いね。ここセルフなのにくじでしまうのね。セルフなのにくじでしまうのね。しまったな。あのね、入れときゃよかったよね。まあまあまあ大丈夫ですけど、でも今ガスケツうるさいからな。さすがにあの半分メモリあるからこんなガスケツってかは大丈夫っすよ。なんですけどね、ほら今ね、ガスケツ高速って言うといろいろと問題になるじゃないですか。東海オンエアでもね、あそこまで荒れるということはね、こんなうちみたいなところには大変なことになっちゃいますけど、自動車関連なんでね、本当に車輪になっちゃいますんでね、さーてと、いや、白鳥いたから乗りましょう。一時もさしてあるし、ここか。あ、これ進行関係なしでいけるんだ。この白矢印、白抜きの矢印ですからね。あ、白抜きじゃない。青線の矢印ですからね。白線じゃなくて白抜きの矢印ですね。で、さっきはこの上の道をずっと走ってたんだ。右上に走ってる。すごい強気です。そう。高いとこからそのまま高いとこにつなげちゃおうっていうね。うん。列車で行こうパターンがあるな。本当に。すげえな。一日楽しいな。まあ、車だったらね。そのままスッと行けますからね。で、そこから白鳥インターですね。まあ、結果的に木戸帰りと同じところから乗り降りしてますけどね。白鳥の街、いいとこでしたね。着くか。よーし。白鳥の街も好きになった。